アルセストは2000年にフランスで結成されたブラックメタルプロジェクト。シューゲーザーやポストロックの要素とブラックメタルを組み合わせることでブラックゲーズとも呼ばれるスタイルを提示した。2000年、フランスでネイジュによるソロプロジェクトとして発足。後にアーガースとエインゲノーが加入し、3ピースバンドとして活動を開始する。2001年、 ドラッカープロダクションズから4曲入りでもトリステスハイブナレーをリリース。現在とは異なりプリミティブブラックメタルに近い音楽性だった。しかし、この年にアーガースとエインゲノーが脱退。2005年 EP レシークレットをリリース。この EP ではドラムを含めてネージュがべての楽器を担当していた。2007年プロフェシープロダクションズからファーストアルバム。 スーベニアズ・ディ・ウンオトラモンドをリリースし、世界各所から絶大な名声を受ける。また、このアルバムは日本版がクイーンス・レコーズからリリースされた。2009年、ビンター・ハルターが加入。現在のメンバー構成となる。2010年、セカンドアルバム、エカイユ・デリューンをリリース。2011年、2005年にリリースした EP ・レシークレットに、 現在のメンバーで再録した音源を追加してリリース。2012年、サードアルバム、レボイジズ・デール・アームをリリース。9月末には、バンピリアの主催する、いい匂いのするシリーズのイベントで、初の来日公演を行った。特に、東京公演は、ソールドアウトとなる人気ぶりで、追加公演がアナウンスされた。バンド名自体に特に意味はないが、 アルセストという響きが音楽性に合うという理由で命名された。クインスレコーズやディスクユニオンが発売した国内版ではアルゼという表記がされていたが、その後フォースアルバムの国内版ではアルセストという表記がなされている。サイの川島によればこのスペリングで5末のショートトーンを発音しないのはフランス語でも稀であるという。アルセストのサウンドはネージュが 幼少の頃から夢見てきたフェイリーラントという空想世界への同型にコンセプトを持つ。その空想世界が他人に理解され辛いため、そうした心情を音楽として表現しているとネージは語る。歌詞はすべてフランス語で書かれているが、これはなかなか英語では表せない細かい描写を伝えられるからだという影響を受けたアーティストについてネージはこう語っている。 アルセストは他のバンドから影響を受けていないと思っている。その方がどんなジャンルからも離れた自由な世界観を醸し出せるから。しかし、その一方で彼は普段よく聞くアーティストとして、ジョイ・ディビジョン、デッドカンダンス、ザ・キュアー、デペッシュ・モード、そして90年代のノルウェージャンブラックメタルを挙げ、あえて比較されるバンドがデッドカンダンスなら嬉しいと語っている。放題は、 ディスクユニオンにより発売された日本仕様版によるありがとうございます。